ほら、切れちゃうから、ビニール。ビニール切れちゃうから。ああ、切れちゃったよ。はい、ひっくり返しました。むちゃむちゃいる気がするんだよな。やっぱりこの材の境目に産んでましたね。はい。ですので、こういうやり方は有効かなと思います。はい、皆さんどうもこんにちは。ピーピーピー生き物チャンネルです。今日はですね、産卵セットアワキです。デタニヒラタです。見て。幼虫いる。幼虫いますよ、これ、デタニヒラタ。いるんですよ、幼虫が。はい。なので、これ多分大爆散の予感ですので、ぜひともですね、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ひっくり返していこうと思います。口が全然回ってない。では最後までよろしくお願いいたします。はい、それではですね、デタニヒラタ産卵セット割り出していこうと思います。ですね、何だったっけな、なんかね、シリアル番号がついてきたんですけど、これだった気がすんだよな。だけどなんかシリアル番号の意味がわからないので、捨てちゃいました。全然執着するあれがないっていう。デタニヒラタって一体どんなデタニなのっていうね。はい、これがデタニヒラタ、デタニ。はい、デタニ、はい、これですね、なんかティティウスヒラタに似てるかな。うん。で、ツヤがありますね、上肢には。頭部の方にはね、頭部はちょっとマットっぽい感じですけど、さらにね、みんな好きでしょ？後ろ赤いんですよ。赤足クワガタみたいな赤いんですよ。はい。ティティウスはこの顎のところにヒゲみたいのついてるけど、ついてない、これね。こんな感じの平田クワガタでゲス。ちょいちょいうざいな。自分で最近、あ、俺ちょいちょいうざいなって思い出してきたんですよ。ほらほら、切れちゃうからビニール。ビニール切れちゃうから。ああ、切れちゃったよ。ほらもう、ネタに乗せて。ということで、これの産卵セット、今から暴きます。2ヶ月ぐらい経ってますね。はい。よし、暴いていきましょう。いや、よかったぜ。本当に。で、セットの様子はですね、別の動画で撮ってありますので、そちらをご覧ください。では、ひっくり返していきますよ。ひっくり返して。よいしょ。はい、ひっくり返しました。むちゃむちゃいる気がするんだよな。はい。じゃあこれちょっと引きずらないように置いて。あ、メスいた。生きてるかな？あ、まだ生きてる。ご存命ですね。うわー、仕掛けとか全然ないし。めちゃくちゃ生きるのかもしんない。デタニヒラタのメスです、これね。メスはちっちゃくて、ツルツル。後ろも少し赤いんですけど、まぁ、ちょっとオスよりかは、赤くないかな、ってとこですね。いや、よく頑張ってくれました。回収していきましょう。一匹。ちっちゃいのもいる。ちっちゃ2匹デタニヒラタ、ね、いやー、私知らなかったんですけれども、タリアブ島に生息しているヒラタクワガタってあんまりね、見ないですよね。どのぐらい大きくなるのかがね、見ものですね。むちゃくちゃでっかくなったらかっこいいかなと思うんですけど、まあむちゃくちゃでかくならないんですけど、そもそもね、ポテンシャル、種のポテンシャル的に。幼虫めちゃくちゃちっちゃいっすね。うわー、結構いっぱい。ちょっと待てよ。端っこに出てるの、ちょっと取りましょう。3幼虫。4幼虫。ちっちゃいのがいるからさ、なかなか小さいぞ。幼虫が、うちょほどちっちゃい。ほら。ちっちゃどっち向いてます？左みたいな感じ。この視力検査のあるみたい。C のやつ。ちっちゃいのもいるなぁ。これは。うわぁ、またいた。ちっちゃ。これ、ここにいるんですけど。ちっちゃ。いいじゃないの。久しぶりですよ、こんなちっちゃーい幼虫品。驚異的なうざさ。
しょ。パカッ。うわ、いっぱい出てきた。見て。ほら、ここにも乗っかってるしなくてね、台座みたく。あ、これ手か。びっくりした。久しぶりに割り出しって感じがしますね。あ、いますね。あ、ピンセットないと無理だわ、これ。手だと、潰しちゃいそう。まあ、ブリードは非常に簡単だということですね。平たくわがたでブリードが難しいっていうのは何なんでしょう。まあ、大体同じ産卵セット組めば、取れますね。コクワガタになるとちょっと癖強が出てきたりしますが、ここにいますね。出てこいや。全然、うわ、やばいよこれ。あー、いっぱいいる。あら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 、あらまー、あーあらららら、らないらららら、らららら、あれ何これ、なんか、ね、色が変だけど、これちょっとあるかな、脱皮かな。これはまああんまりいっぱい抱えてもまずいんでね、まずいかな。まあでも小型種だからね、まだ救われますけどね。これであの巨大クワガタでしたらもう大変なことになりますね。お金うんぬんではなくて、置き場がね、置き場なんですよ。こういう大きいクワガタを飼育するってなると、そのスペースっていうのがねありますので、そこを食われるっていうところで結構やらないっていう方も多い。あ、死んでるな。やっぱりあれかな、ちょっと小競り合いあるのかな。ちょっと密度が高いですもんね。だ、でけえ頭。頭でか。これも三例でしょ。うわ、しかも脱皮したてだし。カレーしましたーつって、ちょっと後ろのあの巾着取ってあげましょう。取るよ。くっついたままだとこれまずいでしょ。巾着、これさ巾着だからさ。はい、取りました。皮と本体、はい、ちょっとこれはあれだな、デリケートだな。ワイルド F1 なんでね、楽しいですよ。これから先、材これ半分こにしたんですよね。やっぱりこの材の境目に産んでましたね。はい。ですので、こういうやり方は有効かなと思います。はい。もちろん材の中にも産んでると思いますけど、これね、これから割っていきますが、ここにもいますよ。はい、これ材ですね。はい。ここを割っていきましょう。見た感じね、穴がすごい開いてるんですよ。はい。ですので、いると思いますので。はい。それではですね、材割りペンチを使うのかと思いきや、私はこのペティナイフでやっていきます。はい。このぐらい柔らかいやつだと、ペティナイフの方がやりやすい。よし。うわぁ。いるな、結構いるぞ。うわ、いるな、いるなって平田やで、これ。劇的にいらんこと言った気がするが、はい、材の中にも産んでます。いやー、ほんと久しぶりだ、こんなに幼虫いるの。どうした、特に平たくわがた。産卵セット暴いたところ何も出てこないっていうことがね、結構多発しておりましたんで、私としては非常に嬉しいで壊す。はい、伊達にね、作られてませんよ、これ。これね。はい、フォーテックさんのところで買いました。わぁ、出てくる。出てくる。いいよ、いいよ。いるな、ちっちゃい。これがオスだったらね、結構でかくできるかもしれないけど、これはわかんないな。食ってますね。はい、この奥にもいるし。いいですかね。どっちかっていうとやっぱ材の方がいるな。かなり
食い尽くされてる感はあるので、在海傾向がだいぶ強そうですね。あとはこれだけ。この中にいるんでしょうか。まあ、ちっちゃいのがいるんでね。もしかしたらいるかもしれない。卵が全くないので、もう終わったのかもしれないですね。産み終わったのかもしれないですね。幼虫もでかいのがもういるので、まあ、最初の方もかなり産んだんだと思います。はい、おりませんでした。はい。ということで終了。まあ、結果としてはかなり、あ、いるな。まだいた。黒むちゃくそ黒いとこ食ったから、こいつ黒。ガングロ幼虫になってるし。いや、顔じゃないけど。めちゃくちゃ日焼けした幼虫見たくなってる。ほら。このさ、この黒い時々あるじゃないですか。在に。そこ食ってたから、これ。生まれたとこの運だな、これな。ちょっと真っ黒になっちゃねえか。かわいないかな。こうちっちゃいからね、こういう破片に入ってる可能性があるね。なので、これちょっとすぐ捨てないんで、またですね。あ、卵あったし。ほら、卵。これどうすかな。卵一応、卵は卵で確保しようか。あ、まだこれ出てくる可能性あるな。これ絶対まだいるな。はい。ということで、これはまた、長めに放置するんですよ。まあ、2ヶ月、1ヶ月ぐらいですね。これはですね、ちょっと放置。すぐ捨てないで。放置。ではですね、結果です。はい。結果はですね、なかなかのもんですよ。久しぶりに。こんな感じです。はい。このトレイですね。製氷トレイ14です。14満パン1個と、14、1個残し、1個卵残し。なんで、13入ってます。なんで27個。27幼虫取れました。で、あと卵っちが1個。いや、上出来じゃないでしょうかね。これでもういいでしょう。ね。はい。いや、これでいいでしょう。本当に。じゃあ、これはですね、ちょっと飼育、ちゃんと頑張ってやってみようと思います。まあ、一本返しでしょうね、これね。はい。どんな感じのボトルに入れたらいいんだろうな。難しいところですが、ちょっと一旦、カップで管理するものも、ちょっと小さすぎるのもいるんで、管理して、おのおのボトルに入れ替えたいと思います。はい。では、今日は以上です。ぜひともですね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録していただいて、あよくば高評価、ポチッと押していただけると励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。